広島ミュージックフェスティバルとは、小島ムジカコレギア主催のもと、広島市で2004年から毎年春に約1週間開催されている音楽祭。音楽監督は小島秀夫。室内楽のセミナーをメインとし、その他子供のためのバイオリンコンサート、ピアノコンサート、座談会、ピアノ公開レッスンなどを行う。2011年からは、尾道市の誘致によって開催される。 音楽祭の核となる室内学セミナーは5日間行われ、最終日には終了演奏会が開催される。国内外でソリストやオーケストラの主席奏者として活躍する講師を招き受講者によって組まれたグループを指導したり、講師が受講者と共に演奏しながら指導したりする。曲目に関しては課題曲も設定されているが、 自由曲での参加も可能で、それぞれが希望の曲でレッスンを受けられる。また他のグループのレッスンを聴講することも自由である。さらに、弦楽器の受講者には合奏の指導もあり、こちらにも講師が楽器を持ち全員参加する。また一切の事務等がボランティアで運営されているため、この種類のセミナーとしては参加費が格安であることも特徴である。 期間中には、乳児からの子供を対象にしたミニコンサートも開催されており、同じく子供たちによる広島ジュニアオーケストラが出演したり、最近では室内学セミナーの講師でもあるピアニストの松本和尚が出演したりと内容は多彩である。講師の親を招いて、自身の子育て体験を保護者向きに語る座談会も合わせて行われている。松本和正、小島元子、 渡辺康夫、長原康太、田淵明、千葉木吉平沢仁志、上里花子、高畑健二、掛橋孝則、生野正樹、内塚俊之、田沢俊一、向井渡る、辻本霊、北口大輔、金子鈴太郎、石川徹、る、東谷誠子。ありがとうございます。